はい、皆様どうも、マフロです。それでは、にゃんこ大戦争、続きやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、すいません。ちょっと PC の調子が悪くて、ノイズがちょっと入ってるかとは思いますけど、ご了承ください。はい、それでは、ガチャからやっていこうと思います。あ、冷蔵庫じゃないわ。こっちね。よし。おかげ使ってる子が出てほしいなと。これ以上上がんないのかな、タンク君は。お、これ統率力。おー、これは嬉しい。ナイスナイス。よし、使ってみよう。あら、こんだけ残っちゃった。ユーザーランクが上がりました。レアも、キャンペーンが終わっちゃったのでね、120じゃなくて150になっちゃいました。しかも猫缶プレゼントも終わっちゃいましたしね。まあガチャってみますか。いきます。はい、終了。困ったね、こりゃ。あっと、パワーアップ見とこうかね。お、タンコ君プラス11になってる。プラス11、いくらまでプラスになるんだろうね。ほう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 。この辺ももうそろそろ変わりそうだね。はい、コメントの方に多数、コメントいただきまして、猫オタク、猫オタでしたっけ。これがものすごく使えるらしいんです。で、パワーアップさせてたら猫ハッカーになりましたね。これを使っていこうと思います。で、ブログの方にもらったコメントの方では、猫ベイビーズ。猫ベイビーですか?これはちょっと外れっぽいですね。ちょっと様子見にしておきます。せっかく激レアで当たったのに、ね。ちょっと残念ですけども。はい、なんかコラボステージが、出ておりますので、今日はこれをやってみたいと思います。20対20。いきます。猫オタさんはね、超遠距離なので、盾がしっかりしてると、絶対攻撃を食らわないっていう感じみたいですね。これは嬉しい。ハッカーになったからちょっと使ってみましょう。いけ、ハッカー。でも遅い。移動速度遅いぞ。お、なんか変なのが出てるぞ。これたどり着く前に終わっちゃうんじゃないか。ハッカー頑張れ。
せめて一回攻撃しろ。ハッカーハッカー。お、ミサイル撃ってたけど終わっちゃったよ。あー、またコラボタイプね。これはまた次回にします。ドラゴンポーカーと同じ感じですね。とりあえず進めていきます。今度こそハッカーに頑張ってもらおう。あ、やばい、押されてるな。お、勝った。いけ、ハッカー。おお、そう、遠距離で範囲攻撃になったからさらに使いやすくなったんですよね。おお、すげえ、つえいいね。攻撃速度は遅いですけどね。あ、でも使えます、使えます、嬉しい限りですな。まあ、まだ20にもなってないですけどね。あ、今25まで経験値貯めれるのかな。あ、レベル、将来が楽しみですな。範囲攻撃だとやべえな、これちょっとダメ切ってたな。
ました。よし、この辺も逃がした。やばいな、城が全然減ってないではないか。お、倒した。あ、もうすごく出撃できないところ。いっけーい。よし、あれ？もうクリア？マジっすか？短くないっすかね？あー、2があるわ。2があるなー。まあでも気楽にできていいかもしれない、短いのは。でしょ。よし、問題は次の次あたりかな。次の問題は、よし頑張るぞ。ハッカー頑張れ、ハッカー。
溜まりすぎてやべえ。早くボス出てこい。よし、今だ。どうしようもないもんな。盾がいても食らうしね。よし、ハッカーも2人になったぞ。2人2匹よーし、
やったー。あとはコラボの内容がどうなのかっていう話だよな。はい、一応ドラゴンリーグクリアできました。珍しいね、両方ともクリアできるってね。あと逃走力どいくら残ってんだ。226、結構まだ残ってるね。じゃあクリスマス続きやってみましょうかね。こっちもやってみましょう。時間的にこれが最後かな。赤い顔か、赤い顔をやっつけたな。これもきっと2があるよね。まだ1でこんなに苦戦してちゃ2は無理だな。途中ぐらいまではいけそうだけど。
ガン止め、あーまた顔出てきたよ。時間止められてるから固まってるのが面白い。あ、でも魔王みたいなやつけた。あ、ほとんど敵もいないのに使っちまった。まあもう終わりか。さすがにもう強いの出てこないだろう。あ、ゴリラ出てきた。もう遅い。攻撃に入っております。よし、クリアか。よし、問題は2だな。やっぱり2がある。はい、2に行きたいところですけども、時間が、ちょっと微妙なので、今回はここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、さようなら。